松江フォーゲルパークは、島根県松江市大垣町にある、全天候型テーマパーク。松江市の誘致企業として、松江市が約58億円、鴨モ岩が経営する有限会社鴨が約15億円を負担して、松江市郊外の給料地に2001年7月23日に営業開始した。鴨グループの運営する5つのテーマパークのうちの1つで、あったが、 業績悪化が続き、2015年3月末で撤退することとなり、カモ社は、負債約5億5000万円を抱えて破産。その後は、同社から、松江市が施設を7500万円で買い取り、4月から、市畑電気鉄道と、市畑電気鉄道の子会社として新設された、市畑パークの共同企業体が、指定管理業者として、運営を行っている。 32ヘクタールの面積を有し、花と鳥を中心としたテーマパークとしては世界有数の規模である。ペンギンの散歩や飛行士賞、鳥との触れ合いなどのイベントが人気である。園内はバリアフリー設備が完備されており、ほとんどの施設が車椅子対応となっている。純和風建築で、フクロウセンターでは20種類以上、約60羽のフクロウが見学できる。 過去には売店が併設されていた。ここまでは入場料なしで見学可能。約8000平方メートルの敷地面積を有する展示音室で、ベゴニアフクシアなどの花が1万本以上展示されている。展示音室としては世界最大級であり、気温は常時摂取20度前後に保たれている。レストラン、フローラ、花売店が併設されており、 花売店では、鉢植え状態で花の販売が行われているが、種子や、球根の販売は行われていない。1日2回、フクロウの飛行渉が行われる。また、センターハウス内で、結婚式を行うことも可能である。また、縁結びスポットとして、幸せの椅子が設置されている。センターハウスから国引き展望台までを結ぶ140メートルの動く歩道。 この両脇にも、ホウジロカンムリズルなどの鳥類が飼育されている。この施設の見車椅子の利用は不可能で、車椅子利用者は送迎車両を利用できる。2階の展望台は標高53がメートル。パーク内や新事故が一望でき、晴天時には退散も見ることができる。主に水鳥が飼育されている展示温室。 蝶類はすべて音室内では話し飼いである。本施設内では、唯一、屋外、露天の芝生広場。一日一回、ファルコンショーが行われる。主に熱帯系の蝶類を飼育する温室で、ジャングルのような雰囲気を楽しめる。大橋か、最長か、エボシドリかについては、世界有数の展示内容。一日二回、ケープペンギンの散歩が行われる。 散歩するペンギンには時期に応じて様々なコスチュームが用意されており、春の入学シーズンにはランドセルを背負い、クリスマスにはサンタクロース姿で、2010FIFA ワールドカップの開催中には日本代表のユニフォーム姿で登場した。また、2010年春の交通安全運動期間中には松江警察署とのタイアップにより、 警察の制服が、2010年10月の日本、プロバスケットボールリーグのリーグ戦開幕時には、地元のプロバスケットボールチームである島根、スサノーマジックのユニフォームが用意された。8種類の鳥が飼育されており、大橋エボシ鳥などの手乗り餌付けが楽しめる。白鳥族、ペリーカン族、アヒルなどの鳥類が泳ぐ池。1日2回ペリーカンの餌付け体験ができる。 エミュー牧場、ペンギンプールを併設している。併設のそばやフマヤンでは、敷地内の水車小屋でひいたそば粉を使用した手打ちの出雲そばが提供されている。園内で展示する花を栽培する温室で、一般客の見学は、不可能。2860平方メートル、奥行き130メートルの温室で、170台の空調装置により、気温は昼間は、 摂氏20度前後、夜間は摂氏15度、湿度は60%に保たれており、人工高原で14時間の日照時間を維持する設備となっている。また、栽培の土はオランダから輸入したピートモスを使用し、乾水、追肥では植物の鉢が並んだ栽培ベンチの中に肥料を含んだ水を貯めることで、 底部からの給水を行い、一定量に達すると排水する方式を導入している。本施設で飼育されているケープペンギンが施設外でのイベントに起用されることがある。2010年3月22日28日4月4日には、ケープペンギン、ハルカが隣接する市畑電車松江フォーゲルパーク駅の1日駅長として就任した。 同年10月9日には、はるかが、松江フォーゲルパーク駅行き臨時列車の車掌として、乗務し、松江フォーゲルパーク駅では、ケープペンギン、ムサシが、駅長として、臨時列車の乗客を出迎えた。ありがとうございます。